まず考えてリスクとかで頭が感じがらくなって、はい、非常にいい模範解答みたいな回答がやってきた。合格か不合格かを言っていただいて簡単にフィードバックもいただけたらな。どうも、じゅんです。こんにちは。今回は富山県にあるアルカスコーポレーションさんという会社にお邪魔してるんですけども、これから面接を始めさせていただくんですけども、社長さんと営業部長の井上さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。アルカスコーポレーション社長の岩崎にやりしております。アルカスコーポレーションの営業部と対応の方をですね、兼務しております井上と申します。自己紹介の方お願いします。はじめまして、私、富山大学経済学部3年の秋元優と申します。富山県内のベンチャー企業のところで長期インターンをしておりまして、1年半ほど続けております。主に学生支援だったりとか就活支援といったような活動をしてて、同じ学生の立場で学生だったりとか富山のお役に立てればいいなと思って活動をしています。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあですね、来たら志望動機をお願いします。はい、私は就活の軸として理念に共感できるかというポイントをすごく大事にしているんですけれども、本社のドキドキワクワク生き生きといったワードにすごく共感をしまして、というのも私は働く上で自分に関わってくれた人、目の前の人に心躍る体験というか、ワクワクしてほしい、自分の仕事によってそういう感情を持ってほしいって思いがあって、ドキドキワクワク生き生きとした美しい国づくりをするっていう壮大なビジョンを掲げている御社にすごく共感をしたのと、もう一つ大切にしているポイントとしまして、新しい挑戦に対して後押しをしてくれる環境で働きたいなと思ってまして、先ほどこう OB の方とか実際に働いている社員の方々からお話を聞いて、働いている人のバイタリティというか尊敬できる方たちがたくさんいらっしゃるなっていうのと、いろいろな質問、自分の悩みに対して真摯に聞いてくださる、そういった姿勢にすごく心を打たれまして、私もそういった方々と一緒に様々な挑戦や成長っていうのをしていきたいなと思って本社を志望しました。非常にいい模範回答みたいな回答がやってきた。甘いんじゃないですか。どういう学生時代を送ってきたのかっていうことについてお伺いしたいと思うんですけど、私は先ほども申し上げた通り富山県のベンチャーで活動をしてきたっていうのが大きくて、そこでは学生が社会人とつながることができるゲストハウスの運営だったりとか、学生とアルバイト先のマッチングのサービスの運営であったりとか、独自の就活の大企業説明会の運営だったりってことをしてきたんですけど、そんな中で私は人と人とのご縁っていうのをすごく大切にしてきたなと思っていて、私自身長野県から富山県に大学入学を機に移ってきた時に、それを温かく受け入れてくれた富山の人々だったり、そのインターン先の社長であったりにすごく感謝の気持ちを持っていて、感謝の気持ちを恩送りっていうふうに言ってるんですけど、次の世代だったり他の自分と同じような学生に還元できたらいいなって思いがあって、学生がまた一歩を踏み出せるような活動っていうのを頑張ってきたという自負があります。甘くないですか。それについてその経営者に入社したらよくないですか。私自身今のインターンっていうのは自分の成長とかより広い領域で社会に出て活躍するっていうのを目標にして、一つのステップだと考えているので、ずっとそこで働くっていうビジョンは今のところないというか、もっといろんな世界を見て自分が貢献できる道っていうのを今は模索していると、そこの場所では今だけだしっていうような気持ちではなくて、やるからにはきちんといつもと残そうという気持ちで学生と一緒に活動している。いろんなキーワードが出てきたと思うんですよね、はい、ご縁とかね、ビーフォワードみたいな話、はい、我々経営者と非常に響くそう、非常に響くそう。逆に自分の短所とか、こういうところ自分ダメだなってあります、いろんなことに対する好奇心が強くて、何でもとりあえずやってみるっていうマインドがあるんですけど、そのせいかすごくいろんな活動に手を出してしまって、マルチタスクの状態になってしまうっていうのが自分の短所だと思っています。なんですけど、いろんなことに手を出していろんな世界を見て、それをこう掛け合わせて一つの道を作っていくっていうことを今目指しているところなんで、短所ではあるんですけど、ある意味その独自の道、いろんな経験をしたからこそ作り上げられる道っていうのを今作り上げている途中というか、過程というか、点と点を結びつけるっていう段階
目指しているところ。まずキャストで失敗したこととか何かあるんですか、エピソード。何かの締め切りとかがあった時にそれが間に合わなかったりとかっていうことはあったんですけれども、少し遅れてしまった分取り返せるように、逆にそれが好印象に変わるようにというか、自分のピンチな状況をチャンスに変わるような工夫っていうのは意識を持っていて、締め切りを過ぎてしまった分、相手が求めていた以上のクオリティっていうのをこちらで作る努力をするだとか、ただただ遅れてしまいますごめんなさいだけではなくて、そこにプラスアルファ今後こういう形で仕組みを作って改善していくっていうよう な, なんか姿勢を見せる、こういい風に好転できるような工夫っていうのはしてきた、この世の中って必ず異質なものが交わるところで新しいものって生まれると思うんですね。そうですね、まあ、そういうことからするとまずやってみるっていう姿勢は非常に大事だと。ありがとうございます。今後もそれはね、大切にされたらいいんじゃないかなというふうに思います、ね、まず考えて、リスクとかで頭が感じがらくなって、一歩出ない人って多いと思うんですよね。異質なものとの掛け合わせで新しいものが生まれるという法則に沿って考えると、たくさんやった人は勝つんじゃないですかね。勝敗でいうのは我々の世代の悪い癖かもしれない勝敗じゃないんだけど。ちなみに社長の方から追加で聞きたい質問は、自分としてどのような人間になりたいと思いますか。自分が目指したい人物像といたしましては、自分がした仕事だったりを通して自分と関わってくれた人や目の前の人に対してワクワク感だったり心が踊るような体験、あと満足感なんか与えられるような人材になりたいと思っています。生きていく上で幸せを感じたりというか安心感だったりとか、自分が満たされていることっていうのはすごく重要だと思っていて、そういった感覚を持って、あ、明日もすごい楽しみだな、明日も頑張ろうっていうような社会を作っていきたいので、与えられる人間になりたいと思いますし、アーカートコーポレーションさんのようなその住宅であったり生きていく上で目立たないけれどもすごく重要な根幹を担っているお仕事だと思いますので、社会を支えるような人材になりたいと考えています。エクセレント一連の面接は一旦以上として、最後にですね、お二人の方から今の秋元さんの面接合格か不合格かを挙げていただいて、簡単にフィードバックもいただけたらなと思ってます。合格、目力もあるし、経営者に対するアピール度は間違いなくありがとうございます。特にフィードバックっていうね、厳しい言葉みたいなのはありません。もっとこういう力をつけたらいいとか、こういう伝え方した方がいいとかそうそう、すごい話を聞いてると物腰が柔らかいけど貪欲というか割とハングリーで勝ちな感じなんかなと思いながらその辺を掘り下げていきたいなみたいな風に思いました。勝ち気だと思います最後にですね、矢崎さんの方からアルカスコーポレーションさんとして採用したい人をちょっとお聞きしてもいいですか。人にね、喜んでもらうっていう気持ち思ってる人ですかね、そこが根幹かなっていう方が一緒に働いたりとか採用したいかっていう。そう、最後にですね、秋元さんの方から面接の感想をいただいてもよろしいですか。初めての体験だったのですごく緊張したんですけれども、自分の思っていることだったりをお話しして、それに対していいフィードバックをいただけたので、すごく今回は楽しかったです。ありがとうございます。他方にも魅力あるけど知られてない企業がたくさんあると思うので、ぜひ紹介ぐらいでアルカスコーポレーションさん のインターンシップであったりとか採用のホームページ貼ってあるので、よかったら覗いていただきたいなっていうのと、あとは地方の学生さんとかぜひ挑戦したい方は紹介ぐらいから応募してみてください。本日は貴重なお時間をいただいてありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。